シャックです。マッツンです。今日のテーマは、ホルジンギスの新たな決意、そして NBA ニュースを語るー。聞いたー。なんか盛りだくさんの気配。今日はね、ちょっと盛り盛りでお届けしていこうかなっていうコンテンツになってます。盛り盛り。いや、歌を作れなできるかなー。見てへんねん。今日はですね、そのポルジンギスの話からいくつかね、いろんな NBA ニュース紹介していきながら、そして最後には我らがレジェンドパウ・ガソルがね、ついに引退ということで、その話もしていきたいと思います。これ驚きや。なので今日もぜひ皆さん最後まで楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まずね、ポルジンギスの話から行きたいねんけども、何や何や、来シーズンね、大きな決意を持って彼はシーズンに進むって話が言われてて、ユニコーンになりますと、次はほんま動けるユニコーンとしてすごい期待をしていきたいとこやねんけれども、お実はね、もともと昨シーズン終わった後にチームにね、すごいトレードを要求してたっていう話は皆さんご存知の通りだと思います。理由についてはもともと自分のその役割について満を持ってたりとか、そしてね、オーナーのマーク・キューバンからもルカとね、オフコートで仲が良くないとかいろいろ言われてて、その中で自分のまた新しい新天地を探してたっていう話やってんけれども、今に関してはもう完全ね、マブスに踏みとどまって来シーズンしっかりやっていくっていう決意を新たにしてるみたいです。きっと金八が決めてくれた。そう、まあね、これに関してはね、前回僕たちも来季マブスどうなるの考察の回でがっつり語ってるんで、それね、見ていただければと思うねんけれども、やっぱりね、あの金八キットがかなり効いてそう。髪の毛ないねんけどな。それはそれでかっこいいねんけどね。キットに変わったことで改めて今気持ちがすごい前向きになっていて、まあ、来シーズンね、来シーズンこそやっぱ自分がしっかりこう勝ちに貢献していきたいっていう話を結構本人も言ってるらしくて、監督ってやっぱむちゃくちゃ大事やな。だからほんまにさ、あの時さ、キットがラトビアに行ったことが KP のね、気持ち変えたんちゃうかっていう話は言ったけれども、ほんまにそういうのはあるかもしれんね。いや、嬉しかった。じゃあ、うわ、この監督は来よったぞと。そう、なのでね、ここはね、やっぱすごい楽しみっていうところもあるし、そして肝心のね、彼の起用方法に関してはキットのインタビュー見ていくと、なんとパワーフォワードとして起用していくらしい。おー、頑張ってくれんの？ KP としてもやっぱセンター起用が一番自分は効果発揮できるっていう話で言ってんねんけども、キットに関しては結構ね、昨シーズンポルジンギスはどっちかでペリメーター付近でね、あるいはコーナー待機みたいなところが多かったけど、タッカーとかしてたからね、ちょっと高すぎるタッカーやねんけどね、サラリーが。素人 NBA。 ただ来シーズンに関しては比較的結構ね、彼を自由にやっぱ動かしていくためにパワーフォワードの起用を今考えてるみたいな。なるほどな、前よりもっと自由にやりなさいと、うん、そう。なのでいよいよね、来シーズンユニコーン KP がほんま見れるかもしれへん。これは恐ろしいかもしれんぞ。ただちょっとソウルでも気になるのが、どの道ね、ボールを持つのがやっぱルカ・ドンチッチになってくるから、ドンチッチの連携プレーやっぱどうなってくるかっていうのはもう少し見てみたいところである。意外と二人の合わせてそんなに見たことないからね。そうね、たまーにあると動画みんなわーっていうぐらいも。だからその毎シーズンさ、バレー&ヨキッチぐらいの感じやってもらえるとすごい嬉しいなと思って。そうね、もうたまーに出たやつをみんなで盛り上げるんじゃなくて、もう普通になってほしいな。そうまだやってるわみたいなね。そのキットやけれども、就任した時にルカにも周りを信頼しろっていうメッセージを一番に出したらしいね。おー、ガードやからね、キッドも。どっちかというとパスの方やからな。しかもそうしかもね、ルカドンチッチに関してはプレーオフ見てるとさ、試合通して前半はめちゃくちゃ調子ええねんけど、後半バテててスコア止まるってこともすげえ多かったから、イライラしてなくてもシンプルに疲れてたことも多かった。やせろ。、うん、なのでね、ここのいよいよ、ね、ドンチッチがどう変わっていくのかっていうところはもちろん、やっぱこのポルジンギス圧倒的に今ね、気持ちとしても前に向いてるんでね、もうめちゃくちゃ楽しみやね。これマブズファン喜んでるやつやね。そしてスタメンの今のとこセンターになる選手は今ドワイト・パウエルが濃厚みたいね。お、パウエルさん、ここもすごいマブスどうなっていくかほんまに面白いところ。そしてそれとはちょっと真反対な話題になってまうねんけれども、次はベン・シモンズに関して。ジョシモンズも変な話っていうか、なんか暗い話ばっかよ。今日もね、暗い話になってしまうかもしれへんねんけど、もう辛いね。なんとね、ベン・シモンズ今シーズン中にシクサーズがトレードに彼を出さなかったら、なんと来シーズン全休する今のところ方向みたいね。え、マジで？マジで？そんなんしたらもうもらえてなくならへんか。いや、そうや。大丈夫か？ハーデンも出て頑張ってたよ、トレード決まるまで。そう。だからここはね、いろいろファンからね、言われたこととか、ドック・リバースから言われたこととか、あるけれども、やっぱちょっとね、いけてないなっていう感じは正直するよね。もったいないな。契約も、うん、契約しちゃってるからね、そもそも。しかも、来シーズン彼が受け取るサラリーはなんと33ミリオンですよ。めちゃもらうやん、ちょっとくれ。これ聞いていただいてる、みんなそれ思ってると思うんだけど。俺は練習に行くぞ。
行っても意味ないけど。1ミリをもらう代わりにシモンズをみんなで説得しに行く。うわ。素人 NBA。しかもこのシモンズの契約って2024、2025年まで残ってるから。投げ。今回キャンプに出なかった罰金とかあるけれども、とはいえね、何もプレーしない選手が年間サラリーだけで見ると来季33ミリをもらう。っていう、これから NBA のルールを変えかねないことにもなるような気がするね。お前の前の KG じゃないけど変わりそうやね。いや、それこそもうオーナーとかね、GM 怒り出すよ。いや、怒り出すよな。怪我とかじゃないもんな。うん、元気やもんね、体は。そうそう。しかも結構怖いのが、このシモンズのね、こういったことが当たり前になってまうと、これからも結構何回も他の選手あるかもしれん。パワーバランス崩れちゃうな。そう、そうなってまうと、チーム全体のサラリーも計算できたもんじゃないし。ほんまやな。いや、実はそのシモンズが原因でね、これからは、ロックアウトになる可能性っていうのも、これね、ゆくゆくゼロじゃないかなと、ちょっと思ってしまう。まあね、もう考えてほしいわ、そういうのも。ちょっと不安やな。でね、さすがにここに関してはやっぱ相棒のエンビーともちょっといろいろ新しいね発表をしてて、うん、あ、本当。さすがにちょっと今回に関してはやっぱ失望したと。彼は何が失望したかっていうと、やっぱ命をね削って、昨シーズンもさ、イース1位のメンバーが揃ってるシクサーズ、めっちゃ強かったからな。そう、みんながある意味自分たちを犠牲にして優勝のためにやってるのに関わらず、その仲間に対してディスリスペクトやって話を言ってた。ずっとエンビーの何も言ってへんかったのについに、そう言うようになったね。あといくつか結構話してて、思えばこれまでシクサーズの補強はやっぱベン・シモンズ中心に進んできたと。で、例えばさ、過去アルフォー・フォードを獲得した時だってそうやし、その前にねジミー・バトラーをシクサーズにいたのに手放したことも、もっとベン・シモンズに多分ボールを持たせるためだったっていう話を言ってて。なるほどな。そうなると、いや、それはさすがにエンビートもそろそろちょっと堪忍袋の尾が切れるっていうのは分かる話やなと思う。まあね、みんなボロボロ我慢して出てまうかもしれんね、これ。こっからね、またいろいろ多分出てくる可能性は全然あるし。いや、お前で前のロケッツも一人言ったらボロ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 みんな言ってたからな。そう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 、あれ嫌やったね俺。いや、もうそういうドミノ倒しみたいなことあるからね。あるね。けど今のシクサーズの状況って去年のロケッツ以上に悪いからね。ほんまやね、俺あれ相当嫌だけど、シクサーズファンもっと今もうなんかもう、あ、来ないでもう。いやー、これは相当的に回してもうたとは思うよね。せめて出ようよって感じやんね。あー、いやー、もう結構これ数々の NBA のレジェンド、シャキール・オニールもそうやし、多分チャールズ・バークレーとか、バークレーとかもともとシクサーズにいたから余計やねんけれども、うん、めちゃくちゃ言うてるからね。ただでさえ言うのにな、あのおっちゃんは。そう。いや、だからここの辺をね、そのシモンズがもうちょっと考えてほしいっていうのもあるし、うん、まあ、結構さ、 NBA 選手ってさ、バスケをプレーするだけじゃなくて、次のその子供たちに夢を与える仕事でもあるわけよ。みんなが憧れて、コービーに憧れたのが今のデローザンとかやもんね。そうそう、そのシモンズを見に行くために、例えばバイトでお金を稼いで、ほんまや、カーゴセンターに行くね人もそれめちゃくちゃいるわけやんか。いや、俺らも行きたいよ、握りしめて。ほんまに行きたい。だからそういうところまで考えて、やっぱプロフェッショナルにやってほしいなっていうのは、一ファンとしての僕としてのすごい願いでね。いやー、これはなんかきついわ。だからちょっとここがどうなっていくのか、ちょっとあんまりね、もう俺らも話題にしたくないねんけど、暗くなるから。暗くなるね。いやー、こもらえてもないぞこれ。いやー、そうね、ちょっと33ミリオンやからね。もう33でもらってまた出ません言われたら、お、次俺らかよみたいな。しかも怪我で出れないってわけじゃないから、だからジョン・ボールよりも悪くなるよ。ほんまやね。自らの意思で出ないっていう選択をしてるわけやから。それありなんですかって、禁じてよ禁じて。いや、そうだから、ここがね、当たり前に多分なるのはやっぱ NBA 防いでくるはずやから、だからその辺のね、動きとかもどうなってくるかっていうところに関してはすごい注目したいなと思ってます。NBA の腕の見せ所ですよ。今頃アダム・シルバーさんめちゃくちゃ考えてると思うよ。夢にまでシモンズ出てきてるやろね。出てきてると思う。なんとかしてくれみたいな。夢に出て朝起きて歯磨くときにシモンズの対応考えると。メッセとかでな、ニュース通知でまたベン・シモンズ、ベン・シモンズ、ベン。みたいな。またね、ここはね、新しい話題入ってきたら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして次、ジェームズ・ハーデンの話題やねんけれども。治った、治った。その今回怪我じゃなくて、もともとね、そのネッツとしてはやっぱジェームズ・ハーデンと延長契約を結びたい方向って話は言ったけれども、なんとジェームズ・ハーデンはまだ延長契約を結んでないみたいね。帰ってくんね。あ、ロケッツ。帰ってくる。そう。優勝してから帰ってくんね。優勝してからのね。
そう、I'm back 待ってるから俺。それはそれでさ、すごいファンとしては激アツやねんけど、やっぱ彼の話を聞いていくと、結構彼ってこれまでのキャリアの中で、実は FA になったことってないんよね。確かにな、ポンポンポン言ってんのか。そう、てか契約が終わる前に延長契約を結んでるんよ。例えばヒューストンロケッツとか。あー、イケイケやからな。そう、なので、やっぱ自分自身は FA を経験したことがないと。そして、その上で、やっぱり来シーズンはこの KD、アービングとかとやっぱ絶対優勝しに行きたいから、今は来シーズンの優勝のことだけを考えたいって話を言ってて、なのでちょっと今は契約云々じゃなくて来シーズンにちょっと集中させてくれっていうようなモードみたいね。集中してくれ。そしてカムバック、再来シーズンのカムバックはちょっとなさそうでまあなんでかっていうとハーデンもやっぱネッツにいること自体はすごい好きって話は言ってて、もう可能性はもうおそらく来シーズン終わったプレイオプションになるから、だからそれを破棄してネッツとよりね高い契約を結んでいくのかっていうところが、今のところすごい話としては一番現実的な路線だなって話で言われてる。全然あるわ、王朝築こうとしてますよ、うん、なのでここがね、そう言うてるけども来シーズン終わった後またカムバックするのかとか、どこに行くのかっていうのは結構楽しみな部分であるね。ちなみに今のハーデンがロケッツ帰ってきても若手いるからねぐぎゅうぎゅうグリーン KPG を潰すことになってまうから、それはそれで大変やね。またロケッツが賑わすわ。そう、なのでちょっと今近々でハーデンがロケッツには帰らん方がいいかなっていうのは個人的に思ってる。ネッツで頑張れあと5年後ぐらいもう5年後やったらもうおじいちゃんになってんじゃん素人 NBA。 そして最後の話題です。NBA のレジェンド、パウ・ガソルがついに引退ということになりました。俺はあと1年やると思ってましたよ。正式にはね、10月5日に記者会見を開くらしくて、その時に正式に引退発表するんじゃないかって話は言われてんねんけれども、2001年から2019年まで NBA でプレイし続けてきたもうレジェンド中のレジェンドよ。いやー、お疲れ様。いやー、ほんまにお疲れさん。すごいね。6度のオールスター。そして4回のオール NBA、 そしてコービーと2度の NBA チャンピオン。すごいな。レガシーをねもう刻み上げてきたような男やけれども、レガシーの塊ですよ。もうコービーのね一番お気に入り選手であって、やっぱりあの時代見てる俺らからすると一番のやっぱデュオやった。しかも未だに俺は忘れられへんのは、2010年、つまりレイカーズが2連覇達成した最後ゲーム7、ボストンとのシリーズやけれども、コービーがねこのゲーム7絶不調の中でパウガソルが19ポイント18リバウンド2ブロックっていう形の大活躍をしてた。パウパウしてたやん。パウパウ、それはちょっとようわからんねんけど、パウ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 やめとけそれいやしかもね、そのゲーム7の残り1分半から今ではめちゃくちゃ覚えてんのは、レイカーズが4点リードしてて、でレイカーズのポゼッションで絶対ここで決めたいってなった時に、パウガソルがねラシード・ウォレスとのアイソレーションになってんけども、おでそのラシード・ウォレスをかわしてヘルプに来た KG、 そしてピアーズ、ラシード、この3人を空中でかわしてゴール下でねシュート決めきるっていうシーンはねもう今でもね忘れられん。あの3人をようかわしたな。そしてその後パウガソルね雄たけびがねこうステープルセンターにこう響き渡るわけやけど、パウいやちょっとダサいダサい何それもっとちゃんとやってこれ、うわーってね。しかも最後ねレイカーズの優勝を決定づけるロンドンの3が外れたボールに対してリバウンド拾ったもあれパウガソルやん。パウ様々やんその試合。うん、いやほんまにねもうあのシリーズ、まあ2009年のオーランドの時もそうやけれども、ほんまにねパウガソルねレイカーズ残してきた偉業っていうのはやっぱ語り尽くせないところだった。パウはね、そのレイカーズだけじゃなくて、もともとメンフィスやし、レイカーズ、そしてその後ね、例えばシカゴにいて、ジミー・バトラーとかとめちゃくちゃいい連携プレイしてたりとか、で、スパーズ渡り歩いたりとか、スパーズはね、最後、インパクトプレイヤーっていうわけではなかったけれども、それでもね、各チームで、モーメントを作ってきたような選手。いやー、確かにもう一年やると思ったけれども、もう今年齢41歳やから、ちょうどいいタイミングなのかなと。そうね、自分がまだ元気なうちにね。こんなね、各チームで、いろんなね、歴史を作ってきたパウガソルやけれども、やっぱりね、レイカーズファンの俺としてはパウガソルといえばやっぱレイカーズのあの16番のね背番号がやっぱ今でも忘れられへんし、でも似合ってるよ。いつかねコービーの横にパウガソルのね背番号が永久欠番としてステーブルセンターに上がってほしいなとめちゃめちゃ思ってます。ちなみにコービーとパウの逸話ちょっとだけ話すと、パウがもともとスペイン出身でコービーもスペイン語喋れるっていうこともあって、コート上でね例えば英語で話しちゃうと相手チームバレるから、うん、スペイン語で話してたっていうのは結構有名な話よね。おしゃれかよ。そう、おしゃれだよねええな、俺らもやってみたいね。なんかそれの全然話せへんねんけど、何語もできない、うん、っていうねやっぱレイカーズにとってのレジェンド。そしてレイカーズもそうやけれども、もう一つ個人的に熱いなと思うのはグリズリーズでねパウガソル、そして弟のマルクガソルが2人とも永久欠番になって2人のバナーがね
上に上がるっていうのもすごい見てみたいね。見てみたいね。すごいよね。弟も優勝してるしね。どっちも全然永久欠番に普通になるとは思うから。してくれ。その二人の背番号が上に上がる日はね、近いような気がしてる。以上、ここまで、ポルジェンギスの話から最新の NBA ニュース、そして、パウ・ガソルの引退について語ってきました。いくつかね、今日ニュース語ったんですけれども、皆さんが特に印象深いニュースは何ですか？そして、パウ・ガソルについてね、皆さんが覚えてるモーメントあれば、ぜひコメント欄で書いてください。コメントで教えてください。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。パパウ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 